どうも、ルカです。前回最下の劇場版ブルーレイ開封動画で告知した通り、角川ストアから最下のグッズが届いたんで開封していこうと思います。今回購入したグッズは全部で9点となっています。最下の劇場版DVD ブルーレイ発売に伴って角川ストアにサイカノのグッズコーナーができてて、そちらで購入させていただきました。買ったのはもう9点中8点かな。8点はもうタペストリーですね。早速開けていきましょう。これがタペストリー8点。残り1点何かというと、アクリルスタンドとなっています。アクリルスタンドから開封していきます。デザインは浴衣のデザインを選びました。台座にはめ込みます。このようなデザインとなってます。いや、美しいね。なんでこのデザインを選んだかと言ったら、他にもアクリルスタンドを何種類かあったんですけど、まあ、タペストリーの方のデザインと被るやつが多くて、多分このデザインだけタペストリーがなかったんで、こちらのアクリルスタンドを買いました。続いてタペストリーの方開けていきたいと思います。タペストリーは B2 タペストリーが5本、ロングタペストリーが1本、等身大タペストリーが2本となっています。 B2 タペストリーの方から開けていきたいと思います。ファンタジア文庫大感謝祭2015のデザインからいきたいと思います。いきまーす。おー、でかい。加藤とミーチルと泉ちゃん3人のデザインになってます。3人組で、加藤、エリリ、歌葉先輩の3人じゃないのは珍しいですよね。次はファンタジア文庫大感謝祭2016、いきますよ。うわー、ちょっとこれ上の方見切れてんな。こういうもんか。裏にポニーテールの結び目が来てます。これと全く同じデザインのドラゴンマガジンの付録についてきたやつ、それが飾ってあるんですけど、タペストリー買っちゃえばポスター別のやつ入れれるなと思ったんで悩んだけど購入しました。はい、次はファンタジア文庫大感謝祭2017のデザイン。おお、いいな。ヒロイン5人のデザインとなってます。これはもうみんな写ってたんで買いましたね。はい、次はファンタジア文庫大感謝祭記念祭のデザインです。ドン。おお、これはもう同じ B2 サイズなんですけど、他と違って横向きになってます。ここにうっすらとね、冴えないヒロインの育て方入ってますね。桜と加藤が非常に美しい。このサイズ最後のタペストリーは特に記載のないベストリーです。いきます。しょ、おお、おお、でかい。これいいな。こんだけでかいとさ、迫力あってすごくいいわ。 B2 サイズは以上となります。続きまして、ロングタペストリーファンタジア文庫大感謝祭2017のデザイン、いきます。うおー、でっけ。
手じゃ上げきれない。すげえでけえ。詩羽先輩、加藤エリリ、3人のデザインとなってます。地面に合わせたら俺の鼻の高さまであります。それでは最後、等身大タペストリー2つを開封します。等身大タペストリー2つあるんですけど、サイズが全然違うんですよ。まずはこの横幅の狭い方からいきましょう。ファンタジアアニバーサリーライブ2019のデザインからいきます。写すの大変だね。いきます。すごいね、この大きさ。あの衣装がまたいいね。桜、こっちも桜。これでっかいやつ巻くの難しいんだけど。最後に一番でかいファンタジア文庫大感謝祭百花繚乱のデザイン。そしてでけえわ。俺飾るスペースあるかな。持ってんのも大変だ。こんなに手あげないとダメだから。じゃあ最後並べられるかわかんないけど全部並べてみましょう。全部並べると言ったんですけど全部並ばすことはできなかったんで、飾った様子をお送りしたいと思います。でまずこの両方に見えてると思うんですけど、等身大のタペストリー2つは部屋の入り口に付けさせていただきました。これはでかすぎてここしかスペースなかったですね。で他のタペストリーは部屋を入って見るとこんな風になっていて、左側にね特典のやつがあるんですけど、それはまあ置いといて、こちらの壁にですね、詩羽先輩、加藤エリリ3人のロングタペストリーと、泉ちゃん、みちる、加藤の3人のタペストリーと、で加藤1人のタペストリーを並べました。でもうこれつけてスペースがなくなっちゃいましたね。ここをこんな感じでね、かければいいかもしれないですけど、ここにつけるともう完全にクローゼット開けれなくなるんで、で本当はこのね、壁にね、タペストリーを3つ飾ってますけど、本当は4つ行きたかったんですよ。横向きタペストリーのところに本当は2つ入れたかったんですけど、どうしても入らなかったんで、横向きのやつを入れました。で、他のやつどこ行ったかっていうとそこですね。ちょっと移動します。はい、こんな感じで、ここにね、かけさせていただきました。100均でキッチン用フックみたいなそんなのを買ってですね、まあ、こんな感じにかけれるようにしておきました。でもちろんねポスターと同じ柄の加藤もいます。ということで今回買ったさやかのグッズの紹介は以上となります。ちょっとねどうにかして全部のタペストリーをね飾れるような配置にできるといいなと思っております。熟練のタペストリー飾りの人がね見ていらっしゃいましたら、ぜひおすすめの飾り方コメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。